であのアメリカでやるアーティストのライブとかってあの S 席10万円とか20万円とか当たり前なんですよね。あの、まあそののまそでかいホールがあってでそこのアーティストにすごい近い席の場合はもうあの2,000ドルですとあの1席20万円です。でも別にそれってその特に高いとかで文句言われたりしないんですよ。そのホールのなんか3階席の後ろの方とかだと逆に2,000円とか1,000円とか安い値段でチケット売ってたりするんでお金がないんだったら安い席を買ってください安い席は上の方にありますよなのでその高い安いは自分が払える範囲で自由に決めてくださいねっていう形にするんですけど。 残念ながら日本の場合ってその高くても1万円で,でなんか一番安いところでも4,000円とかであんまりこう価格差をつけないっていうのがあってなんでその1万円のなんか席をじゃあ10万円でも買いたいみたいな人が出ちゃうんですよ。なので最初から高く売れよっていう問題があるんですけどじゃあなぜこれが起こるのかっていうとあの実はそのイベントの運営というのをアーティストがやってないっていう問題なんですよね。なぜ高いチケットっていうのをそのライブに出てこないかっていうとあのアーティストのライブを主催している人がアーティストじゃないんですよ。ジャニーズ別ですよ。 あの例えばじゃあ有働音楽事務所みたいなとかそのイベンターっていう名前聞いたことあると思うんですけどその何らかしらのライブイベントをやるっていうのはそのアーティスト自身の事務所じゃなくてそのイベンターっていう会社が主催するんですよ。でそのじゃあイベンターっていう会社が主催してじゃあ,まあ仮にじゃあそのなんか、えー、とじゃあアーティストで有名なじゃあミスターチルドレンさんお願いしますみたいになったとしましょうと。でそのミスターチルドレンさんとしてはもうこのライブを一発やったらギャラ3,000万円みたいな買い切りモデルだったりするんですよね。 なのでそのチケットがめちゃめちゃ高かろうが安かろうが売れ残ろうがなんだろうがギャラ3000万円変わんないんですよ。でそうすると S 席10万円とかで売られちゃうとなんかミスターチルド r、ね、e n 1 0万円の席売ってたよみたいなマイナスの風評が出る可能性があるのでなので m r c h i l d r e アーティスト的にはそうちょっと10万円とか勘弁してくださいよせめて高いのはじゃあ1万円とか1万5000にしてくださいよみたいなところで価格を下げようとするんですよ。でまあイベンターとしてはそのアーティストに言われたら、まあ、しょうがないなっていうので1万5000で売るってなっちゃうんですよね。 で逆にその空席が出ちゃうとアー,ティストそのアーティストとしては空席が出るとやる気がなくなると。なので空席は出ないようにしてほしい。でもその高く売るっていうのをやるとその風評が出るけどギャラが一緒だったらじゃあそれギャラ一緒なんだからあの風評出ないようだよねっていうのがあったりするのでなのでそのチケット自体が安く抑えるっていうのをアーティストがやっちゃうんですよね。 で結局じゃあ安く出るんですけどでも本当に欲しい人っていうのはその転売あの,その転売屋が売ったりでも高い値段で買いたいってなっちゃうので転売が発生するっていう問題があるのでなのでそのアーティスト自身があのライブを主催するっていう形の方が日本でもうちょっと増えた場合って割とちゃんと価格が高くなって転売のり落ちがなくなると思うんですよね。あのジャニーズとかの場合って自分たちで主催してるのであの振り込み銀行振り込みかなんかチケット買わせるんですよね。 で銀行振り込みで住所を抑えたうあでチケットを買わせるのでもし転売した場合そいつも一生チケット買えねえみたいなそういう感じのことやって転売を防いでるらしいですよ。はい、なのであの転売がなぜ起こるかっていうと実はアーティストが転売を起こる構造っていうのを放置してるのが問題なんですよ。 なのであの SM エンターテインメントとか韓国の,あのカラーだったりとかあの少女時代とかあの韓国系の,あのアーティストの場合ってその東京ドームコンサートとか,なんか代々木の体育館のコンサートとかやるんですけどあれはその韓国の事務所自体が主催してるのでなのであの転売できないようにチケット自体がスマホに送信されるので転売しようとするとそのスマホごと渡さなきゃいけないんですよ。 なんで、例えば、じゃあ、その、僕がチケットあの、来たくもないからのイベントのチケットを買いました。で、これ転売しますっていう時に、その、僕の携帯ごと相手の人に渡さなきゃいけないんですよ。そうすると、なんか、2万円とかで仮に売れたとしても、携帯ごと渡して、なんか、携帯なくしましたとか言われたら嫌だし、帰ってこなかったら嫌じゃないですか。っていうのがあって、その転売のリスク自体が大きいので、転売しないっていう、そういう構造になったりするんですけど、っていうのも、あの、やろうと言えばできるんですけど、やってないっていうのが問題なんですよ。なので、あの転売問題って基本的にはあの存在しないと僕は思ってください。要はその 要はその業界全体で転売をなくそうと思えば転売をなくすことはできるんですけど転売をなくそうとしてない人たちっていうのが業界の中にいるのでそれは転売なくならいよねっていう。